どうも、はじめです。いや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 、お久しぶりです。お久しぶりです。サーフィン行きますよ、今日も。サーフィン、昨日も行ったけど、俺あんた寝坊してこんかったけど。俺久々だよ、サーフィン。あ、そう。全然行ってない。じゃあ今日久々のサーフィンで、ほう、スペシャルゲスト呼んのに。スペシャルゲスト、うん、俺たちのサーフィンの技術向上のためにプロサーファーを一人、ほう、連れて行く。今日誰ですか。え、小林圭。出ました。あのレベルが違うから。CT 狙う選手よ、圭。小林くんが、そうに俺たち稽古をつけてもらうと。あ、なるほど。小林道場行きます。いや、すごいことですよ。いや、すごいことよ。日本のサーファーが震えるよ。そう、震える。こんなんなかなかないもんな。ほんとありがたい。じゃあ今日圭くんと一緒にサーフィンする。サーフィンするという。楽しみですね。楽しみよ。じゃあちょっと圭くんに会いに行きましょう。はい、はい、です。しっけーね、なん何歳だったっけ。いや、今20歳。20歳先生です。20歳先生。もう20歳だったよね、うん、はい、もう20歳か。これが板に貼るステッカーね。はい、ケイ君のついてるスポンサーの。はじめちゃんも貼ったの。逆にプロだと思われた。恥ずかしい。恥ずかしい。あのライディングでサーファーはね、そう、ステッカー貼ってた。実力伴ってないから。そうだ、セッティングやね。はい、ステッカーを貼るっていうのは大事なお仕事なわけですね。はい、そうです。ステッカーの貼り方にもセンスが必要なの。そうですね。やっぱそうなの。こいつステッカー貼り方下手だなみたいなのあるの。いや、あります、あります。あるんだ。はい。誰誰。いや、それは言わない。プロサーファー田野選手、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。どうでした今回。いや、ちょっとね、決勝があの小林圭と当たってドキドキしたけど、まあ勝てたね。サーフィン下手すぎてコメントも出てこんわ。打ってみよう。ほら、はじめちゃんも持ったことないやろ。サーフィンで優勝したコインもらえる。すげえな。やりました。いや、長い戦いだ。タロちゃん、俺たちが裏に貼っても何の意味もないもんね。ない。まず板返して見えもん。そう。いつも自分が練習してるところです。みんなには T ストリートって言ったけど、 T ストリートじゃないです。違うんだ。はい、シークレットで練習してるところがあると。今日はそこに行くと。はい、そうですね。ちょっと出てください。いや、私はいいよ。私ちょっと取らなくていいよ。顔はやめとく。声だけ、声だけ。ちょろちょろっと、ちょろっと。じゃあ口に塗ってくれ。あ、はいはいはい、ありがとう。やだな、顔がしがちょっと。あんまりだから知らないんですよね。穴場がいっぱい。穴場が。そう、俺たちが知ってるポイントっていうのは、うん、トラステルの中でもメジャーポイントばっかりで、Kがこう練習しに行くようなシークレットポイントがいくつもある、うんうん、いくつもある。これランドウェイだよ、これは。サーフィンダンディ。もう嫌な顔は。くここにたまに、ここに足が来るのが意味がわからん。僕もわからない。タロちゃん見てよ、ここにワックスを塗ることはあるかい。ない。なんでそこまでワックス塗るの。エアーの時にここに足が来るの。あいやるのが一生俺には理解できない。そうそう、我々多分ここまでだよ。
計算モードあるんやん。家の中にも30枚ぐらいあったぞ。ガレージもこんだけあるんか。ショップじゃないよね。なんなのこの量。インスタ。インスタ割りです。インスタすげーやっとるもんな。うん、 A 君のインスタはここに貼っとくわ。はい、チェックしといて。キャオスのムービングワイ。ロック好き？全部テイラースウィフトが一番。テイラースウィフトかい。テイラースウィフトかい。そっちかい。完全にアメリカ人だね。お、これ出てきた。わー、俺ラージオーダーしてないんだけど。ラージ来とるよ。まあ全部飲まないとダメって意味しない。そういうことだよ。どう？超美味しい。モンスター飲んで、アイスコーヒー飲んで。レッツゴーさ。イエス。カフェインはバッチリね。いや、これ水です。え、水だか、これ水だよね。はい、うん、オッケーオッケー。あ、ちょっと選挙のシークレットポイントね。はい、そうです。 K の秘密の練習場。はぁ、そんなとこがあるんだ。知らんかった。知らんかった。超ギザギザなんだけど。タラちゃん、これで入るのがプロや。そうやな。これはきついな。入りたくない。きっと波は低いです。いいの？はい、誰も波いいのこれ。誰も入ってない。結構いい波です。 You got right! Look at that right! Oh, the shake right! ちょっとね、ほんと打ち合わせ中ね。プロは違うな。プロは違うわ。これで入るんやって。ピンポーラーっていう新しいピンがこうやってやって、超簡単に、もう手も痛くないし、超調子です。はい、アメリカだったら3000円だけど、日本ではまだ売ってるかもかな。おー、じゃあ、入ろうよ。入らん。入らんじゃない。俺プロちゃうもん。こんなプップウォーター入りたくなる。そう、マジ。The waves are pretty good out here. There's no wind. It's like 3 or 4 feet. Okay. The waves are super good. Yeah, there's nobody out, so I don't have to battle anyone. And yeah. 風は全然吹いてないし。ビュービューだわ。ビュービューだわ。風もいいです。コンディションもいいです。荒れてるわ。これは俺のシークレットなんですよね。これ。どれ？ルワックス。これ違うんだ。これあったらもうサーフィン。超うまくなる。マジで。とこけない。じゃあ、俺も使っていい？これ。はい。俺もこけない。こけない。じゃあ、これ貸して後で。はい。これはもうエクストラシークレット。California, living the life.行くよ。
California, living the life. お疲れ。お疲れっす。どうだった？どう楽しかった。俺は無理だわ。俺は無理。結構意外とできたし。いやカレントがすごいわ。もう死ぬほど流されたもんな、俺たち。一発で終わったよ、ね。一発で終わった。三往復したから。いやでもケイも言ってたけど、ああいうとこでやっぱ入っていかんとな、大会はな、はい、コンディション選べんもんな。世界で戦えるな。そう、今日は夕方のもうクォーターファイナルからセミファイナル、ファイナルみたいなコンディションだから。おお、なるほどなるほど。もう風が入ってくるね。はい、午後になって。そうなサンクレメンテのシークレットスポット。俺たちも入ってしまった。ここからね、もうそろそろ今年のシーズン始まると。はい。まずどこから行くんだ。ネクストウィークにオーストラリアのシドニーぐらいに。世界で戦ってますから。去年90。去年90番です。その前は100番で。100番って言っても世界の。そう。世界90番。世界で90位だから。そう。俺たち。10万番にも入ってないからね。入ってないからね。入ってない。いや皆さんね、応援してるんで、日本のみんなも、ケイ君のこと。いや、もう結構メールいつも来るので、うん、本当にもうみんなに、もうみんなといつかサーフィンもしたいので、ね、いつも見てもらって、本当に感謝してますので、もうこれからもっと頑張りますので、よろしくお願いします。頑張るから、いいね。今年はもう、怪我もないし、もう CT を目指してますので。CT こうやってね、我々が出会ったのが、うん、ここオレンジカウンティのトラセルスで行われている日本人サーフ大会っていうね、はい、まあ、もちろん知っての通り K のパパ正木さんね、伝説のレジェンド彼がもうずっと流れを続けて K 君もずっと出てるからね。で今年で32回目、2019年11月、我々も10月の13です。2019年10月の13日日曜日、日本人大会が、はい、我々も毎年出てる。遊びにも来る。はい。ぜひ皆さんもね、来てほしいですね。うん、日本からも。そう、日本からもそうそう。うん、レベル高いからね。そう、結構高いよ。元ライダーとか、いろいろおるもんね。我々ですらやっぱ1回戦。そう。レベル。そこそこうまいよ。うまくないか。その、 日本人の大会で、うん、今後クラウドファンディングやっていろんな、ね、得点をつけていこうと、まあ、そうやっていろいろ大きくしていこうと。そう、日本人の大会をもっともっと大きくして、みんなでもっと盛り上げていこう、まあ、これから得点は考えていく。そう、そんでそれ以外にもね、資金が必要なんで。そう、そうですね、皆様のヘルプが必要なんですよ。そう、まあ、それの得点として、磨きとしてプロサーファーと一緒にサーフィンできたりとかとかね。俺らの青木の中華でご飯食べれたりとか、この T シャツがついてきたりとか、山盛りじゃないですか、得点が。いろいろコンテンツはね、みんなで協力して頑張っていきましょう。はい。な、値段とかじゃ、まあ、コンテンツもっとうまくもできるし、ロワーズでも3本ぐらい譲りますので。波譲ってくる。極上波譲ってくるな、セットの。3本はでかい。ローワーズ3本はでかい。だいぶでかい。じゃあ、ケイ君、最後の英語でこう一言。California Living Life。お前の CM かい！Thank you for watching. Make sure to hit that subscribe button. Follow Pajime on Twitter and Instagram. And we hope to see you back again soon.